願いします。あ、朝から大忙しにゃ。あちらは私に任せて、ショコラ。私はショートケーキとダージリンティーをください。おぉ、ミルクレープのアップルケーキホットでよろしいですか？はい、二つとも。あちらの猫ちゃんと仲いいんですね。仲いい、そう見える？ええ、とっても。仲いいというか、ショコラには私がいないとダメだから。そして私はショコラにいるところならとてもいい。それっていいな。それではご注文のケーキと紅茶をお持ちしますので少々お待ちください。ご主人、ショートケーキとミルクレープを。ナイスタイミング、さすがご主人、外さない。私とショコラはとっても仲良しだって。主人様とバニラが仲良さそうに話してる。ショコラも混ぜてください。別に注文を伝えてただけ。バニラ！行こう、ショコラ。絶対ですよ、ご主人様。その手の中のものは何？あ、そうだにゃ。ご主人様、お誕生日ケーキの注文いただきました。誕生日は誰にとっても特別なもの。その一年に一回の記念日にそれ以上のケーキを選んでもらえたのはとっても光栄なこと。そう言ってましたもんね、ご主人様。はバッチリです。種類とサイズもしっかり聞いてあります。うわ、聞いてきますにゃ。やっぱり君のシートを作った方がいい。後で私が用意しておく。夏服でも歩き回っていると気にならなかったけど、扉が開いた時に外の風が入ってくるとストーブが恋しくなった。冬服は暖かい。これは良いもの。様からメッセージをもらってきました。ショートケーキを持っていくよ、ご主人。
遅いぞ、歌唱。ケーキ屋がケーキ売らずに油売っててどうすんだって。にゃーん、にゃーん。最近朝から客の入りが多くて追いつかねえや。よその店の仕入れかと思うくらい大量に買っていく客もいるもんな。ふん、おかげで猫の手も借りたいくらいだぞ、多少。大丈夫なんだろ。よし、シモンシナ、イチゴを磨け。はい、頑張ります。私、ソレイユを手伝うまで知らなかったんですけど、ケーキに使うイチゴって磨くものだったんですね。もう、私だって知らなかったよ。わざわざ一個一個磨いてるなんて。最初のうちは気が遠くなって気絶するかと思ったぜ。終わる気がしなかったですよね。今は慣れてきましたけど。最初からツヤツヤしたイチゴを使っているのかと思ってました。なんかガーッと機械でやってんのかと思ってたよ。そうみたいだな。丁寧に手で磨かないとすぐ傷がついちまう。イチゴが美味しそうでも絶対につまみ食いするなよ。あん、イチゴつやつや。私の手でテカテカに光っていくのが、あ、ドキドキしちゃう。まあ慣れてくると楽しいけど、ドキドキするか。相変わらずモンシナの言うことはよくわかんねえな。そういや、生クリームを作ったりするときにさ、箇所は機械を使わねえよな。泡立て棒を回すのは結構疲れるんじゃねえか。カショウがフランスに留学してた時に洋菓子作りを教わったってのはしぐれから聞いてるけど、はわ、食べてみたいです。お、モンシナ、浮気か。まで言うならいつか食べさせてくれ。歌唱は目指してるんだろ、その味を。
原箇所やっと来たね。ただいま、お兄ちゃん。うん、ちょうど帰ったところ。平気だよ、冬服あったかいし、お肉もついているし。ついてないよ、普通だよ。やっぱりショーケースにケーキが並んでないとね。そうよ、どんどん持ってきてちょうだい。この時期は栗のケーキがよく出るのよね。あと期間限定のパンプキンケーキは強いわね。僕、お祭りは何でも好きだな。私は騒がしいのはあまり好きではないけど、そう願いたいものね。ところで箇所、パンプキンケーキに合わせて茶葉を選んでみたけど、試飲してみない？私が気に入っている茶園のダージリンのオータムナルよ。ほんの少しミルクを落とすのがおすすめね。そうね、私としてはダージリンを最も楽しめる茶葉だと思っているわ。これなら風味の強いパンプキンケーキとも相性がいいでしょ。ごっくり。何？気になるの？試してみたいならそう言いなさいよ。うん、飲んでみたい。メープルの選ぶ紅茶ってどれもすごいし。そう？まあ、私が気に入った茶葉を選んでいるだけなんだけど。わーい！ありがとう！紅茶なんだけど、まあオータムナルだものね。オータム？秋口に積まれる茶葉をオータムナルと言って、茶葉の風味が最も強く出るの。だからココナッツの感想も気持ちはわかるというか、言わんとすることは伝わってくるというか、間違ってはいないわね。すごく美味しいよ。それはよかったわ。わかったわ、やっておくわね。あー、箇所、さっき電話があって、また大量注文が来ているけど、次の次の週末だから、まだ先になるわね。そ、ならよかったわ。最近どんどん増えてない？そうね、手伝いを始めたばかりの頃は私たちが慣れていないから忙しいという感じだったけど、今は明らかに注文も来店するお客さんも増えているわね。すごいよね。ソレイユの評判がどんどん上がっているのは間違いないわ。それよね。この店を一人で回すつもりだったなんて、はっきり言って無謀だったわね。たまには私たちをねぎらってくれても
ーなの？ねぎらうって何するの？メープル。そうね、チョコラとバニラだけじゃなく私のことも。何言わせるのよココナッツ。僕何か変なこと言った？私はただ猫たちを大切にしてほしいって言ってるのよ。期待しているわ。よくわからないけど、僕も楽しみにしてるね、お兄ちゃん。ご主人様、また大きなケーキの注文いただきました。ご主人、シュークリームが品切れ中、いつできる？カーショー、いつまでサボってんだ！早く厨房に戻れ！カーショーさん、一ケース磨き終わりました。次は何しましょう？あらあら、大人気ね、カショ。お兄ちゃん、ファイトです。あ、いらっしゃいませ。ソレイユへようこそ。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ようこそ、ソレイユへ。おら、